それでは大変長らくお待たせいたしました。ただいまより7月4日ファイティングリーグ DeNA エピソード34スターティングオーバー後楽園ホール大会の記者会見を開催させていただきます。ここで改めまして、全対戦カードを発表したいと思います。第1試合グローバルフューチャーズマイク・ベイリー・コーディ・ホール組対ディエゴ・劣化組。第2試合全日本大物食い選手権越中史郎・鈴木小太郎組対下村大輝・島谷信弘組。第3試合目覚めの鈴木大試練の7番勝負ファイナルバトルとどめを刺す恐怖の4人組襲来。試合時間7分鈴木秀樹、笠井純、野沢論外、グルクンマスク組対鈴木大。こちらの試合は試合時間が7分の1対4の変則タッグマッチで行われます。鈴木秀樹組はタッチが必要となります。場外が20カウント鈴木大は試合時間内に4人のいずれかから勝利または時間切れで引き分ければ引退が回避できます。鈴木秀樹組は4人全員が勝利を挙げなければならない特別ルールとして行われます。続きまして第4試合ベストオブハイフライヤーズ遠藤哲也対マオ。第5試合リアル強肩対決金本浩二対渡瀬瑞希。第6試合プレミアムギグその思いを込めて樋口和貞卒業記念試合樋口和貞、中津亮太組対岩崎幸喜、吉村直美組。第7試合メインリーグ DeNA の新しい扉をこじ開けろ勝俣俊馬対上野勇樹全7試合ということになります。それでは各選手より一言ずつコメントをいただきたいと思います。まず、第1試合グローバルフューチャーズマイク・ベイリー・コーディ・ホール組対ディエゴ・劣化組。それではまず劣化選手お願いいたします。対戦相手は、まあ、どの組か、まあ、身長200センチ超えても勝ちたいと思います。ではディエゴ選手お願いいたします。前のコラボのホールいなかったので今回戦力で頑張りたいと思います。そして劣化さんと組んでラストかもしれないけど相手をぶっ飛ばします。オーラで。続いてコーディ選手お願いします。 Okay, I didn't understand what he said so I can't respond to it but I like DDT, I'm happy to be here and I don't know these guys so I have to look out for myself and get over their expense with help of my faith. I know these guys wellまず対戦相手のことよくわからないんですけれども、まあ、少なくともここに来られたことは非常に嬉しく思っておりますし試合ができることも嬉しく思っております。ただまあやることはただ一つで相手を潰すだけのこととそれからパートナーを助けて、自分たちのチームが勝つようにするっていうそれだけのことです。 Sorry once again They're called Young Donuts which is a good name because they're well roundedThey're sweet, but there are holes in their game. You see, Cody Hall and I, we're cheesecake. Oh, cheesecake combi. 彼ら2人が、まあ、言うなればドーナツみたいなもので、確かに甘くて美味しいんですけれども、ご存知の通り中に穴が開いてますから、まあそんな程度のものだと思ってます。自分たちは、チーズケーキだというふうに言ってます。ありがとうございます。続いて第2試合、全日本大物食い選手権越中史郎鈴木小太郎組対下村大輝島谷信弘組。こちらの選手鈴木選手本日欠席となります。それでは下村選手からお願いいたします。 DeNA の下村大輝です。今回越中史郎選手鈴木小太郎選手とやらせていただくんですけどもただやるだけじゃなくて結果を残してこんな19歳のクソガキでもしっかりタイトルの通り大物2人を食っているという気持ちでしっかりいきたいと思います。よろしくお願いします。それでは島谷選手お願いします。おい、こちらがしろ
まあ俺はな、自慢じゃねえけどな、よく2丁目海外でよ、ケツ褒められるんだよ。その自慢の尻を7月4日後楽園ホール大会で腰長しろ、てめえにぶち込んでやるよ、覚悟しとけ。ありがとうございます。続いて第3試合、目覚めの鈴木大、試練の7番勝負ファイナルバトル、とどめを刺す恐怖の4人組襲来。本日、鈴木秀樹選手、葛西潤選手、ウルクンマス選手は欠席となります。野沢論外選手には来ていただけるはずだったんですが、どうやら野沢選手も欠席で、代わりに、ブラックタイガーセブン選手に来ていただいているようですので、ブラックタイガーセブン選手、一言いただいてよろしいでしょうか。あの野沢論外の代理できたブラックタイガーセブンです。あのこれルールとかよく分かってないみたいなんですけど、野沢論外選手も、はい、野沢論外はもう基本的に試合をあんまりしたくないと、はい、でこの意味のない試合に出るのが本当に嫌で嫌でしょうがない、はい、うん、でこの引退これかかってるんですか。はい、鈴木大選手の引退がかかってますね。で野沢論外もあの多分近い将来どうやら引退ではなく廃業するらしいので、これ引退をかけてやる必要がないので、今すぐここでこの鈴木大選手は引退した方が野沢論外も試合をしないでギャラもらえるということなので、はい、その提案はどうですかね。どうでしょうか鈴木選手。嫌です。せめて今回の試合に関して、嫌です、絶対に。7番勝負って言われてるんで、7番やらせていただけないと、せめてこの試合をなんとか切り抜けて、僕はもう勝たなくてもいいんですよ、引き分けでもいいんで、絶対になんとか7分か耐え抜いて、僕はプロレスラーを続けたいと思っているので、今日ここで終わりにされると思います。7月4日までなんとか来ていただけるようにしてはもらえないでしょうか。もう勝機を狙いに行くとかそういうことはもう考えておりません。しっかり耐え抜いて耐え抜いてなんとかして勝ちについても、あの分間耐えて、私はなんとかプロレスラーを続けたいと思ってます。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。ブラックタイガー専門選手。いや多分この仕事君は多分向いてないと思うから、野沢論外と一緒に辞めた方がいい。以上です。はい、ありがとうございます。続いて第4試合、ジェストオブハイフライヤーズ遠藤哲也対真央。それでは真央選手をお願いいたします。はい、遠藤さんはこの間の先日の後楽園ホールでキングオブ DDT トーナメントで優勝しました。でもそれはおそらくカリスマ佐々木大輔による壮大なプロジェクトで、遠藤哲也という人間の孤独の部分につけ込んで、この人をつけ込んでつけ込んでつけ込んで、この人の孤独の部分に本当につけ込んでプロレスだけに向き合うように仕向けて、そして彼は見事優勝して賞金100万円を手にしました。でその100万円のうちからパーセンテージを抜き取るための計画につけ込まれたり過ぎないと僕は思うんです。まあ、そうなる前に僕が友達になってあげたりして、やっぱ同じ宮城っていう同郷の店主なんで友達になってあげて救えたんじゃないかなってすごく後悔してるんで、まあこの試合で何か遠藤さんを更生させるような何かを見出せたらいいと思います。まあ僕の地元が田舎すぎて、まあ、力を及ばなくて残念でした。本当に気の毒に思います。遠藤選手お願いします。今カリスマにつけ込まれてプロレスにのめり込まされたで彼は言ったけど、最高じゃねえか、プロレス一本で生きていくなんてな。確かに100万円のうち
70万はカリスマに持ってかれるけど、30万残るんだぞ、30万。お前 DDT の選手の給料で30万ってでけえだろな。あしかもお前大崎だっけ。いや、さっき知ったよ。田舎っつったけど白石の方が田舎だからな。あっけんなよお前。大崎面積宮城県ないだと思ってんだ。2位か3位だと。でけえじゃねえか。いいやろ。でけえんだよ大崎はよ。お米がいっぱい取れる田舎じゃねえか。ああ人口も白石なんかより多いんだよ。こっちの方が都会っていうのかよ。そうだよ。なんか言い返してみろよ。白石の方が田舎だぞ。12時だよ。俺の地元はな、電車がねえんだよ。こっちなんか10時だよ終電10時半だよ終電は似たようなもんだけどな。こっちの方が絶対田舎だから、お米がいっぱい取れるから。白石だって畑と田んぼしかねえよ。だって畑と田んぼしかねえよ。おい、クワガタどこで取るか知ってっか。知らねえよ。コンビニだよ。コンビニで光に飛んでくんのを取ってんだよ田舎じゃねえか。田舎だよ。悔しいな。田舎だな、そっちの方が。負けだけど負けだよ。田舎レベルじゃ負けだよ。田舎レベルじゃ負けだよ。じゃあ、あいつ言うことなくなってるんですけど、はい、もうなんかうまいことまとめてください。わかりました。じゃあとりあえず、白石の方が大崎より田舎ということ。そういうことになります。はい、わかりました。ありがとうございます。続きまして、第5試合リアル強肩対決、金本浩二対渡瀬瑞希。金本選手本日欠席となります。渡瀬選手お願いします。DNA 渡瀬瑞希です。金本浩二選手というのは自分がプロレスラーになりたいと思わせてくれる、きっかけを与えてくれた選手の一人なので、試合ができるというのはすごく光栄に思っています。そして今回の試合で唯一僕が勝てるところというのは、自分は金本浩二選手をすごく知っている、金本さんは自分のことを知らない、そこが勝てるポイントかなと思うんですけども、金本さんがバチバチ来るので、それをうまくかわしかわし、くるっと丸めるというのが一番勝ちやすい試合運びだとは思うんですけど、自分はそれを知らないので、金本さんに負けずバチバチいき、金本さんの顔面に顔面ウォッシュを食らわしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて第6試合プレミアムリーグ、その思いを込めて樋口和貞卒業記念試合。それでは吉村直美選手をお願いします。おう、俺はな、新体制一発目のメインでこいつに直接負けてんねん。次の後楽園新体制最後、樋口も DNA 最後や。その場所で俺がお前ぶっ倒したのか覚悟せよ。では岩崎選手をお願いします。はい、今回、SP 広告が離れるということで、お客さんに非常になんか不快な思いさせていると思うんです。はい、選手、僕らもそうですし、お客さんも正直クエスチョンだよと思うことが非常に多いと思います。ですが、この DNA 自分の大事な家であることは変わりないんで、てめえの家はてめえで守るってい いう気持ちで、まあ、正直樋口和貞がねいなくなるのは、まあ非常に寂しいけど、寂しいよ。なんかさ、こうやって新しくなってでかくなって、そしてまた小さくなっていくけど、まあなんか俺らを見捨てたなと、樋口和貞は。そういう意味では樋口和貞のやり方が非常に汚い。はい、そう思います。以上です。じゃあ長津選手お願いします。
はい、バサラ真中須亮太です。まずは対戦する相手2人、吉村についてを初対戦で、実は僕は非常に楽しみです。すごい女性にしてめちゃくちゃビッグマウスじゃないですか。でも僕は結構こういうのは好きで、ただちょっと悲しいことがあるのは、さっきのコメントで、カズサダばっかりのことばっかり言って僕ね一切触れなかったこと、そっちばっかり見てるともうこっちがお前のといただいたよっていうところですね。あとは岩崎、岩崎とは、年始ですかね、シングルで一旦決着がついて、で今回もあれがお互いどれぐらい成長したのかっていうのを確認するような試合になるかなと思ったんですけど、今のコメントを聞いていると、なんですか、引っ張っていかないといけないっていう気持ちはすごい伝わりました。でも僕が思ったのは、年始で俺が DNA を引っ張るって言いながらまた引っ張っていきたいってコメントしてるんですよね。もう俺が引っ張ってる状態じゃないと僕はダメだと思うんですよね。だからそこをあえてまた分からしてやろうかなっていうところですね。あとパートナーの上総樋口についてはですね、戦っても組んでも息の合う相手だとは思ってますが、一応この試合の主役は樋口なわけで、樋口の卒業試合となってるんですけど、僕以外全員 DNA のメンバーで、 DNA からバサラに行った中津の立場としては卒業試合と関係ないんですよね。僕が一番目立って、結局なんやかんやバサラの中津が一番よかったら、バサラの方が DNA 上だなって言えるように、だからこっちも卒業記念試合、卒業記念、これでラストの試合だけど、もう盛り作りにっていう、軽い気持ちだったら僕がこの試合全部持ってるぞって感じですね。以上です。では樋口さん。はい、樋口川さんです。今の、3人のコメントを聞いてですね、吉村に関しては、そうですね、だったら結果で示してみろよっていう話でして、それはもうすごく簡単だと思うので、だったら自分が主役に横取り入れてみろと俺は言いたいですね。あと、岩崎に関してはですね、裏切りやがってみたいなことを言ってますけどもね、これは自分が、いろいろ今まで2年半 DNA をやってきて、ずっと本当に思い悩んで考えてきて、こうそれを上での出した結果なので、そうですね、だからその重みというか、その自分がなぜ決意したかっていうのをこの試合で、彼には伝えたいと思います。そしてパートナーの中田亮太、彼はね本当に DNA 最初いてもらって、でその後バサラに行きましたけども、なんていうのかな、本当に自分も息が合うと思うんですよね。でも、敵だと思うんですよね。本当に多分自分が油断したら簡単にこの男が、全てかっさらっていくと思うので、そうさせないように、今回は自分の卒業記念試合なので、本当に樋口川さん、それをそのプロレスを自分が、見せて、その上で DNA 卒業して、いきたいと思いますので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。続いて第7試合メインギブ、 DNA の新しい扉をこじ開けろ、それでは上野選手お願いいたします。5月にそれで7月 DNA で後楽園ホール大会が生まれまして、その今回は北側も開放して全面開放で、たくさんのお客さんに見ていただけるこの試合で、メインで試合ができる、このキャリアで後楽園ホール大会のメインで試合ができるしてきた選手っていうのはなかなかいないと思います。その意味ですごく楽しみでもあります。その大きなチャンスで絶対に勝間さんに負けたくないという気持ちはもちろんあります。で前を見ると DNA 樋口さんが卒業して、これから勝間さんだったりとか岩崎さん、またすごく強い選手が前に出ていくと思うんですけども、そんな普通な DNA は誰ももう見たくないと思うので、僕は勝間さんに勝って、勝間さんという扉をこじ開けて DNA の新しいものを見せていきたいと思います。以上です。勝間選手お願いします。はい、今回上野とメインで戦うんですけども、僕からしてみたら
なぜ上野なのかという謎がありまして、まあもう勝って当然当たり前な相手なので、まあ、僕は僕らしくいつも通り、まあ後楽園のメインに立てるのはすごい嬉しいんですけども、まあ相手が上野なので、まあ、いつも通り試合をして、上野に勝って、まあ今後 DeNA、まあ、新体制終わってしまいますけども、まだまだ続いていくので、その DeNA をですね、僕が引っ張っていく形にしたいと思います。はい。以上、全7カード各選手のコメントでした。続きまして、質疑応答に移らせていただきます。何か質問がありましたら、挙手をお願いいたします。樋口選手、今大会が DeNA 最後の試合となりますが、自分の試合ではなくメインに組まれた勝俣上野戦に対して何か樋口選手の考える思いとかそういうのはありますでしょうか。そうですね、まあこれに関して言えば自分はまあなんだろうな、やっと来たかっていう感じですね。そのだから自分が DeNA を卒業を決めた理由の一つとして、もう自分が DeNA のメインじゃなくてもこいつらでやっていけるなっていう、あれがそういう気持ちが自分にはあったので、ここでこの勝俣駿馬上野勇樹のメインっていうのは本当に次の本当に新しい DeNA を作ってくれるんじゃないかなと思っているので、自分はもうこれはもうこれでいいと思います。はい。他にはございませんでしょうか。岩崎選手、先ほど、相手サイドからの反応がありましたけど、それに関してはどのようにお考えですか。どういうことですか。どういうことでしょうか。反論、はい、まあでも反論、まあそうですね、何でしょう、反論ね、引っ張ってきてないんじゃないか。はいはい、まあ現状はそうですよね。桜庭さんに負けて連敗して何もできないんですよ、DeNA で。はい。何もできないんですよ。はい。まあ、それは自分がよく一番分かってるんですけど。まあ、試合で見せていくしかないと、はい、思ってるんで。だ次の後楽園は、ただのメモリアルマッチではないと。はい。それだけで終わらないと。まあ、そういう試合にしないといけないなと、自分は思います。はい。自分、中津選手は、バサラでどんなものを入れてきた、こういう久しぶりの DeNA でこんなものをつけたいみたいなのありますか。そうですね、まあ正直、確かに DeNA も DDT に出たりとか、まあ、DeNA でやったりとかっていう風に、確かにまあ僕と同じように経験は積んでるんですけど、悪いとかではないんですけど、どうしても同じ団体の人と当たることが多いじゃないですか。僕の場合は、バサラって所属人数がそんなにいないので、フリー参戦する人が多いですね。だから、いろんな視野を広げた成長の仕方ができてるかなと。そこが差なんじゃないかなとは思います。はい。で、あと多分、岩崎とよくも、練習の頃から一緒だったんで分かるんですけど、あの辺との感じ、さっき僕の話聞いてなかったですね。以上です。他にはございません。はい。遠藤選手、出身地がより田舎である場合のプロレスでのメリットってことになるのか。ありません。プロレスの興行自体はほとんど地元には来ないし、だから DDT に入る前に生で見たの1回しかないんで、まあ、ちなみによろしければその1回は何だったかもしれない。道の空プロレスです。小学校3年生の頃にいたのが唯一のプロレスですね。はい。楽しみにしてたザ・グレート・サスケ選手が怪我で欠場して見れなかったっていう思い出が、はい、あります。他にはございませんでしょうか。
吉村選手にお聞きしたいんですけれども、今いつでもどこでも小選挙を持っている状態での試合になると思うんですけれども、そういった部分で負けられないという戦いになると思うんですけども、それはあんまり気にしてないかも。だからさっきの聞いてる感じだったら、そこの前の2人なんかえらい余裕で上から目線に出てくれてるから、でもそんな簡単に負けるつもりはないから覚悟せっていう、だそんだけ。よろしいでしょうか。はい、それでは記者会見は以上となります。選手の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待てよ、おい続き続き負けるぞ。はい、何だ、何だコメント、おい何だよ、おい、はい、なあ、はい、次だよ、何の勝負、おい、確かに相手は強かったよなあ、お前が7分耐えれば引退免れるなあ、はい、7分耐えたらなんとかいけるみたいな気持ちになるのも分からなくもない。でもだ、おい、なんでてめえプロレスラーになったんだ、おい、なんでプロレスラーになったんだ、言ってみろよ。強くなりたいからな。そうだろうが、おい、はい、おい、相手が、いや何でやろうと、相手がどんなに強かろうと、おいなあ、リングに立ったら同じレスラーだろう。はい、なんで勝ち気いかねえんだよなあ、おかしいだろ、はい、引き分け狙ってなあ、そんな消極的なやつか、おい、お客さんに支持されると思ってんのか、おいなあ、なあ、はい、お前夢つかめると思ってんのか、おいなあ、プロレスラーになるのが最終目標だったのか、なあ、違うだろう、プロレスラーになっておい強くなってチャンピオンになるのが目標なんだろ、なあ、それなんだ、てめえ舐められてんだよ、おい、なあ、なあ、周りのレストランからもそうだ、おい、運営からもそうだよ、お客さんからもそうだよ、お前な、なんで引き掛ければ、おい、なんでそんなハンデ戦やってよ、おい、それでなんだ、おい、今回は4人相手だぞ、お前、引き分けたらいい、引き分けて、なんとか引き分けて引退撤回だ、おい、なあ、ふざけんじゃねえよ、お前、なあ、ふざけんじゃねえっつってんだ、お前、何回言ったら分かるんだ、てめえなあ、俺は悔しくてしょうがない、悔しくてしょうがない、てめえのことなのに、てめえのことなのに悔しくてしょうがねえんだよ、おいなあ、てめえ一生懸命頑張ってんのか、お前なあ、なあ、このままいったらすぐ死んじまうんだぞ、お前なあ、人生ってのは短いんだ、死んじゃないなあ、俺だってよ、お前いつの間にか40歳だよなあ、はい、あと5年もできねえかもしれん、プロレス、でもな、一生懸命一生懸命やってプロレスのメジャースポーツにしたいと思ってんだよ、はい、なあ、てめえ俺の昔を見てるような、そんな気持ちなら無視してんじゃねえ、おい、はい、なあ、舐められたくないです、おい、お前気が強くかもね、時間はない、時間はないけれども、おい、絶対に絶対に勝ちに行け、おい、そのために俺はお前の応援団長になるよ、勝手に俺がてめえのてめえ一人の応援団長に就任する、なあ、はい、分かったか、はい、分かったか、はい、分かったか、はい、フレーフレースズキー、フレフレ鈴木、フレフレ鈴木、てめえもやれ、おい、何ぼかしとしてんの、おい、はい、てめえもやれ、はい、てめえもやれ、おい、おい、フレフレ鈴木、フレフレ鈴木、フレフレ鈴木、フレてめえ食べてんのか、てめえ、おい、はい、なあ、そんなでもな、応援団長になれと思ってんのか、てめえ、おい、はい、おい、もう一回見とけ、おい、なあ、はい、うれー
頑張れ頑張れ鈴木、頑張れ頑張れ鈴木、もう一回やってるのか、はいはい、レーレー鈴木、レーレー鈴木、違うんだろう、違うんだろう、お前なんて違うんだろう、お前なあ、おい、はい、なんでフレフレなんだ、お前頑張れっつってんだろ、こっちバカ野郎、すいません、プレー以上間違えてね、はい、そんなんじゃな、はい、応援団長なんかなれねえぞ、お前、はい、はい、なあ、もう一回行くからな、はい、プレープレーせつき頑張れ頑張れせつき頑張れ頑張れせつきおい、しゃれ、おいおい、はい、プレープレーせつき頑張れ頑張れ鈴木、頑張れ頑張れ鈴木、よしよし、はい、これでな、はい、てめえは、はい、てめえは、はい、てめえは、はい、立派だ、はい、立派だ、はい、応援団長にはなれる、はい、ダメだ、それだけじゃ絶対にダメだ、はい、しかしよっか、応援団長ではなくプロレスラーとして、てめえがあの4人のうち一人でも絶対勝つんだ、おい、だからそのためにおい、あさってあさって7月1日昼頃に都内某所で、はい、てめえをてめえをてめえをドッグする、はい、7月1日は昼、あさって、おう、明後日の昼ごー、明後日の昼ごー、明後日の昼ごー、都内防止、都内防止、都内防止、はい、あ、多少追って、てめえに、はい、連絡する、お願いします、ここでだ、はい、てめえを、はい、てめえを、はい、てめえを特訓してやろう、はい、特訓してください、絶対逃げんじゃねえぞ、逃げません、絶対逃げんじゃねえぞ、逃げません、絶対逃げる、おっ、あぁ、あれ返せって言ってねえよ、あぁ、あれ返せって言ってねえよ、あぁ、そんな心意気は、勝ったよ、頑張れよ、頑張ります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 、よっしゃ、おい、7月4日絶対来いよ、はい、おい、はい、最後にフレーフレーせーずーきーフレーフレー鈴木